皆さんどうも、本日は皆さんに大好評の鶏むねのレシピですね。混ぜて焼くだけでとっても簡単に作れてめちゃくちゃ美味しいやみつきじゃがチキ作っていきたいと思います。大好評のザクザクチキンスティックも本当に美味しいんですけど、それに匹敵するぐらい本当にめちゃくちゃ美味しい鶏むねのレシピになってますので、あとヘルシーなんでぜひ皆さん作ってみてください。じゃあ早速作っていきたいと思います。まずはこの鶏むねの皮取っちゃいます。で、皮のレシピはあの概要欄に貼ってあるので、よかったらたくさん貯めてから、僕は冷凍してたくさん貯めてから作るんですけど、皆さんもぜひよかったら作ってみてください。一回食べちゃってるんですけど、僕はこんな風にめちゃくちゃ貯めて冷凍してます。ではまず鶏むねの下処理からやっていこうと思うんですけど、こちら半分に、はい、こんな感じで半分にカットしたら粗みじん切りにしてください。そしたらこちらこう縦にして、こんな感じの粗みじん切りにしてください。あんまりね、粒が大きいと成形するときに大変になるんで、できるだけ細かい方がいいと思います。こんな感じでみじん切りにカットできたらボウルに入れます。そしたら軽く下味つけておきます。塩麹大さじ1、おろし生姜とおろしにんにく小さじ2分の1ずつ、はい、入れたらよく揉み込んでおきます。よく揉み込んだらこのまま放置しておいてください。ではよく洗ったじゃがいも、こちら気になる方はね皮むいていいんですけども、僕はちょっと皮のまま使います。なんで気になる芽だけ取ります。はい、じゃあ軽く芽取ったらカットしていきます。でこれも鶏肉と同じような感じでさいの目切りに細かくカットします。はい、まずはこんな感じで横にカットしたら、こんな感じして横にして縦にカットしていきます。はい、こんな感じですね。じゃあ軽くラップをして600ワットで2分間チン。では2分間チンしたじゃがいも、熱いんで気をつけてね、入れます。入れたら味付けしていきます。コンソメ小さじ2分の1、砂糖小さじ2分の1、醤油小さじ2分の1で、コメントでナンプラーっていつ使うんですかみたいなコメントあったんですけど、こういう時にこの醤油の代わりにナンプラー入れても味に深みが出てめちゃくちゃ美味しいです。1/2、マヨネーズ大さじ1、
で、これはあればでいいんですけども、ほりにしスパイス。これ入れると、ザクザクチキンスティックの時にも言ったんですけども、一気にフライドチキン感が増して、めちゃくちゃ美味しいです。もう香りまで美味しいって感じ。お好みのスパイスでも全然 OK ですし、もしない場合はもうブラックペッパーとか少し入れるだけでも十分美味しいです。はい、軽く混ぜます。ここに片栗粉大さじ2と米粉大さじ1入れます。米粉がない場合は片栗粉だけで OK。 片栗粉大さじ2で、全体に粉回したいから一旦軽く回して、米粉大さじ1、そしたらよく混ぜます。完璧。あとは焼いていくだけです。では火つけます、火力は強めの中火、はい、で油は多すぎなくて大丈夫です。そしたら食べやすい大きさの丸いものにして焼いていきます。どんどん、下の方が軽く焼けてるなと思ったらもうひっくり返して、で焼き加減は表面こんがり美味しそうな焼き色になってれば OK です。だいたい片面2分ずつぐらいかな。じゃあいい感じに焼けてるものから揚げていきます。こちらでやみつきジャガチキナゲット完成です。じゃあ早速実食していきたいと思います。ということで、はい、早速実食していきたいと思います。いただきま す。新作の朝日さん、ドライクリスタル、父ちゃん買ってきてくれた。乾杯。はい、お願いします。じゃあいいですか、もう何もつけずにまずこれでいきますね、はい、いただきます。いや、これは絶対うまいと思うよ。うん、うん、ハッシュドポテトとチキンナゲットのいいとこ取りみたいな、出ました、うまい。すべてのファーストフードを超えたと、うん、言ってないけど、うん、うんって言っていいですか。いや俺マジでこれね、鶏胸と思えない、まあ自分で言うのもなんだけど、いつも言ってるけど、本当鶏胸で作ったのっていうぐらいめちゃくちゃ美味しいのと、うん、あと時間が経っても超絶うまいんですよ、これに関しては。他のねってちょっとなんかパサってなるじゃないですか、僕のはなんないです、うん。お弁当のおかずとかにも最高だと思う。食べ応えも、うん、もうね、うん、うん、やっぱり粗挽きにしてるから、粗挽きっていうか粗みじんにしてるから、うん、そのお肉の食感もちゃんと残ってるっていうのもあるし、噛んだ時にこのめちゃくちゃジューシーなんですよ。すんごい美味しい。ジューシーって言っても脂っこいジューシーじゃなくて、うん、水がね水分が含んでて逃がしてないって感じね、うん、だからファミチキとかってさ、
あの美味しいじゃん、めっちゃ美味しいんだけど、うんうん、みんなちょっとむつこくなったりしない、ま、ちょっとね、ちょっと最後の歯ブラックそういうのが全くないっていう感じ、ね、だからその脂っこいのが苦手な方はもうこういう方が絶対いっぱい食べられる。いい、ね、どうぞ。 OK、 じゃあ次ちょっとこのチリソースでもね、何でも合うと思うけどね。俺も最近シラチャーソースめっちゃハマってんだよね。うまいよね。うん、もうね、うん、なんつうんだ、この歯ごたえがもう残ってる上にこのねスパイスがね効いてるからね、うんうんうん、最初本当にガツンとシラチャーソースの味がきて美味しいんだけど、もう噛めば噛むほどうまいってこのことだなっていう感じ、うん、めっちゃうまい。この中のスパイスが効いてるのがいいんだよね。うん、美味しい。正直なくてもいいって言っちゃったんだけど。あった方がいいと思う。あった方がもちろんいい場合、うん、もうあのでもさ最近流行ってるじゃんスパイス系っていろんな、うん、僕はやっぱ堀西のスパイスがね何にでもあって美味しいと思う。うん、これも本当チキンナゲットとかにつけるソースだったら本当何でも合うだろうし、ね、な全然ある。だあのマスタードソースも合うしバーベキューもそう、チーズソースとかさ、うん、最強だと思う。じゃあラスト1個いただきます。ということで、本日はですね、まず焼くだけでとても簡単に作れるやみつきじゃがチキナゲットを作らせていただいたんですけども、はい、もうこうちゃんがね言ってくれた通り、本当にハッシュドポテトとあのチキンナゲットのいいとこ取りっていう感じで、うん、めちゃくちゃ美味しいです、うん、あのやっぱりね食材のあの食感みたいなのが、うん、それがすごく美味しいっていうのと、やっぱり短時間でさっと焼いてるんで、その胸肉のあのジューシーさもすごく残ってるし、で時間が経っても全部中にちゃんとギュッて包まれてるんでパサつかないです、これに関しては。だからさっきこうちゃんが言ってくれたようにお弁当とかにね入れてもすごく喜んでもらえると思うし、まあおつまみにもねおやつにも、うん、いろんなものにあの使えるんで、であと今回スパイス使ってるんですけど、うんうん、それの代わりに青のりだったりとか、そういうの入れてもめちゃくちゃ美味しいです。美味しいだろうね。あとチーズ入れてもすごく美味しいです。なのでぜひいろんなねあのもの入れてあの試してみてください。はい。ということで本日は以上になります。めちゃくちゃ美味しかったです。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。それじゃあまたね。バイバイ。